僕たちはたまたまですね、まあ、コンテストにアマチュアの頃みんな出てて、でそれぞれに、優秀な成績を収められずに収められずにね、誰一人勝ったやついないもんね、特にね、なんか3番手ぐらいの賞でしたね大体みんなそうだよね、なんとか賞なんとか賞ってわけわからないのそうだ、ね、もらっちゃいました。僕らも、優秀局長ぐらいでしたからね、まあ、優秀局長でも、まあ、まあそこそこね、いいのもらったんですけど、アマチュアの頃はもう杉山いつも勝ってたんですけど、プロになってから大逆転されましてですね、まあ、回数に勝ったことはないですよ本当にね、勝ち負けじゃないですか、その余裕の発言が気に入らないですガンちゃんは僕らのちょっと世代も下なんですけど、ガンちゃんはバンドもやってたんですか？僕はずっとバンドです。もう中学校高校ずっとバンドで、でバンドで大学の時にコンテストいろいろ出まして、うん、でそうですね、やはり3番アットホーム賞とかなんか、まあ、そのようなニュアンスの賞ばかり、なんか頑張りましたでしょうとか、漏れたらないね、そういう賞とかってね、うん、いやまあでもないよりマシですけどね。あ、そうか。いや、それでもそのそういうその僕が出したコンテストは、あの結構サザンオールスターズですとか、いろんなこういうそのコンテストを通って有名なになったあのグループとかいっぱいいたコンテストだったので、はい、賞をもらった一応賞もらったらなんかデビューできるんだと思うじゃないですか。本当にもうデビューできると思ってたんですよ。だけど、あの撮ったはいいけど、あれなんかない、いや別に何もなかったんですよ。で結局だからそのコンテストからは きっかけとしてデビューできず、でたまたまそのちょっと後に原宿をショッピングしてたらスカウトされてそれがまあ結果的にはデビューきっかけその語尾上げてどうすんだよ何がきっかけだよ。いやそれで僕あの呪文ボーイっていうのにあの聞いたことないね、オーディション受けないかって言われたんですけどちょっと呪文でちょっと呪文ボーイ違ったんで方向性がね。それでトシちゃんの後ろで踊ってた、トシちゃんの後ろで踊ってる時代がありましたね結構結構長かった。誰だよそれ、知らねえよだってここから母ちゃん、え杉山さんは誰の後ろで踊ってるんですか世代が違うから。違いますか。俺は秀樹かな。秀樹。いい感じ。YMCA とかね、踊っちゃった。いいな、みんなそういうのって。みんなね、いろんな時代があって今ここに。